私はなんてことを。あんな地帯を晒して生きていくことなどできない。あなたはまだいいですよ。私は同僚に見られてるんです。これから毎日顔を合わせて。私など敬愛する主人を蹴ったり踏んだり、今後どんな顔をして接すれば。これぞ聖夜の惨劇とでも言うべきか。清き祝福と暗き破滅が、ともすれば表裏の関係だと、我々は決して忘れてはならない。酒はうまい。だが酒を毒という者もいれば、落とし穴という者もいる。俺は後者を支持する。他人事みたいに言ってますけど、大体全部神様たちが負ったんですからね。余計な発作とかひどいお酒がなかったらこんなこと起きてませんからね。過去を変えることはできない。ならば今の時間を酒の魚に変えつつ、未来を思って乾杯でもしようじゃないか。俺はそろそろ帰りたい。自由すぎる。でも確かにずっとこんな感じだし、そろそろ何とかしないと。ラウルさんはアナキティさんを追いかけて行っちゃったし、なんとかするしかないか。皆さんの気持ちはわかりましたけど、そろそろ帰りませんか。なんなんですか、ベルクラネル。そのもうめんどくせえなこの酔っ払いどもみたいな態度は。そんな態度取ってないですよ。まだ酔ってるんですか。レフィーアさんたちがメリーウコンを浴びてからもうかなり経ってるんです。このままだと朝になっちゃいますよ。いっそ朝になってしまった方がいい。一晩経てば全てが悪い夢だったって目が覚めるかも。いや、非常に申し訳ないですけど、夢じゃなくて、とても気まずいですけど、全部実際にあったことで。つけられ、その衝撃で吹き飛んだ。大丈夫ですか、同胞。傷ついているフィルビスさんになんてことを。下道の極みじゃないですか、ベルクラネル。言葉を選んでも下道を極めちゃうなら僕もう何もできませんよ。それに皆さん、あくまで相馬様のお酒に酔っただけで仕方なかったことですし、そこまで恥ずかしがることなんて。本当にそう思っていますか。え？早く帰りたくて適当に言っているんじゃないんですか。本当に心の底から私たちの言動に恥ずかしがる要素がなかったと。何ですかその沈黙は。ごめんなさい。この正直者、いえ偽善者、やっぱり私たちはとんでもない醜態を晒したんです。あなたのその態度が何よりの証拠じゃないですか。仕方ないで済むならガネーシャファミリアはいりません。どういう意味ですかそれ。他人に観測された以上、私たちがどんなに望んでも黒歴史は消えないということです。こうなったら仕方ありません。この地獄から生還する方法はたった一つだけ。何ですかそれは。私たちの地帯を見たものを全て消す。なんか怖いことを言い出してるんですけど。
そうだ、それしかない。私たちの修行を闇に葬るにはそれしか。龍さんまで何を。命を奪う必要はない。命を奪う必要は、アストレア様の名をこれ以上汚さないためにも。そう、記憶だけで。どうやって記憶だけ奪うおつもり。誰かがそれを言い出してくれるのを待っていた。同胞たちよ、今こそ力を合わせる時だ。ええ、まず手始めに生贄となるものは。なんで僕を見るんですか。私たちのために消えてください、ベルクラネル。え、ああ、悲しいかな。ウサギは生贄として捧げられてしまったか。俺はもう行く。怖い。はっはっは。待ちたまえよ、ソーマ。待て。待つんだ。待てってば。お前が待たないと、次の生贄は私になるだろうが。私を置いていくな、ソーマ。誰か助けてください。いくら呼んでも助けなど来ません。消滅なさい、ベルクラネル。いやあ、なかなかの事件だったな、ビルビス。こうして無事ホームに帰ってこれたのが、まだ信じられない奇跡、まさに聖夜の奇跡。まさか眷属の手で送還されかけるとは、下界は本当に退屈しないなあ。まあ、いろいろとあったが、オラリオメリーは手に入った。当初の目的は達成できたのだから、お咎めは。ディオニュサス様、こたびの非礼の数々、誠に申し訳ございません。どう償いをすればいいのか。うん、私とてワインを司る神、酒には理解があるが、それでも貴重な体験をしたのは事実だ。殴られたし。殴りました。蹴られたし。蹴りました。挙句踏まれてダメ男と呼ばれた。踏みましたし、ダメ男と呼びました。ああ、改めて私は何ということを。許していただきたいとは言いません。この場で死んでお詫びを。バカなことを言うな、フィルビス。え？私が怒っているとでも思ったのか。そんなはずがないだろう。エルフからあのような熱き拳を受けたのは正真正銘初めて。未知たる経験にむしろ感謝しているくらいだ。寛大なお言葉。罪を犯したのは私の方なのに、やはり私にはディオニュソス様しかいない。我が眷属ながら少々ちょろすぎないだろうか、このエルフ。やはりそういったご趣味が。どういう意味かな。申し訳ございません。私の勘違いです。何でもありません。詳しく問い詰めたくあるが、まあいい。
しかし、しかし、フィルビスのいろいろな顔を見れて実に愉快だった。たまにはこういった思考もいいものだ。おやめください。私としてはどれも二度と思い出したくないことで。私はすべて鮮明に覚えているよ。特にあの光景は忘れがたいな。サウザンドエルフに抱きついた時の様子と言ったら。私を一人にしないで。仲間外れはもう嫌なの。ぐちょぐちょに汚れちゃった私の宝物。おやめください。やめて。一緒にいて、レフィア！あなたがいないと、私もう、ダメになっちゃうの！そんなことは言っていません！いや、でも、似たようなことは！はっはっは！何を恥ずかしがることがある。友情を育む尊きエルフ二人の姿に、私は感動すら覚えて！ダメだ！せっかく忘れかけていたのに、あんな地帯を！ウィルビス。死にたい。今死にたい。ここで死にたい。そして全てがなかったことになればいいのに。すまない。少しからかいすぎた。いや何、少し意趣返しをしようと思っただけで。もうダメだ。もう何でもいい。この地獄のような思いから解放されるのなら何でも。落ち着け、フィルビス。落ち着くんだ、フィルビス。一度冷静になって。うわぁ、私のオラリオメリオ、まさか。そんな風呂上がりのような惜しいラッパの身で、やめるんだ、フィルビス。フィルビス、いえ、フィルビスさん、ご機嫌はいかがでしょうか。このダメ男！ですよね！熱き拳がなんだ！そんなもん何万発でもくれてやるわ！ぐはーた！誰か眷属の人呼んで、メリーゴン持ってきて！死んでしまいたい。なにゃあれ、ため息ついてたかと思ったら普通にやべえこと言い出したにゃ。何日か前にロキファミリアの連中と出て行ってからずっとあの様子にゃ。きっと何かあったのにゃ。こんばんは。リュウさん。少年、とうとうやってしまったにゃ。え？リュウのあの落ち込み、そして少年を見るなり神速で逃げ去る行動。さては少年、リュウにお尻を許してしまったにゃ。何の話ですか？絶対にかけらもかすっていないですよ。まったく。これだからクロエはいつまで経っても名探偵の助手止まりなんだにゃ。お宮にだけは言われたくないにゃ。白髪頭、もうネタは上がってるにゃ。お宮、竜がミヤ母ちゃんの料理をつまみ食いしたとこ見てしまったにゃ。
そして竜を脅してあんなことやこんなことさせようと。吠えるな。うにゃあ、竜さん。誤解しないでください、クラネルさん。あの二人の話は全てデタラメなので、真に受けないでください。あ、大丈夫ですよ。信じたくても信じようがないっていうか、そもそも僕に身に覚えがありませんから。でも、どうしてさっきは逃げ出すようなのよ。僕、リュウさんに何かしちゃいましたか？私はその、あのような集体を晒しておきながら、どんな顔をしてあなたの前に出たら。あのような、クラネルさん、あなたはずるいヒューマンだ。何の話です？というかどうしちゃったんです？私の手を取れたのはアリーゼとシルしかいなかったのに。私の初めてをもらったのはあなたで三人目だ！じゃーん！ああ！忌まわしき聖夜の記憶が人生の汚点が！リュウさん、どうしたんですか？笑われる。絶対にアリーゼたちに笑われる。ライラとカグヤにいじられてネーゼたちには散々爆笑された挙句、ふふんと言おうとしたアリーゼがブフォーとか吹き出すに決まってる。私は知ってるんだ。リュウさん、何かおかしいですよ。具体的には精神年齢が7年前くらいに戻ってますよ。みそぎを済まさなくては。空の上からアリーゼたちに笑われる前に切腹して自害する。ちょー、リュウさん落ち着いてください。酔ってただけですし、酔って失敗することくらい誰にでもあるって聞きます。そんなに気にすることは。あなたはあるのですか？え？あなたは酒に酔い、あの夜の私を上回る地帯を晒したことがあるのですか？いや、さすがにそれは、そもそも酔ったことがないし。嘘つき！クラネルさんの嘘つき！気休めを吐く偽善者に私の気持ちなどわからない！ごめんなさい！誰にも迷惑かけてませんから！だから、その子たちをしまって、切腹なんかやめてください！離せ！私に触れられるからといって抱きつくな恥知らずめ！だって抑えないと本当に偉いことになっちゃうじゃないですか！殺せ！いっそ殺せ！誰か助けて！止めるの手伝って！私は、リュウさんの暴走を抑えきれない。話題を変えないと。そうだ、前から気になってたんですけど。何ですか？その格好、今年新調したものですよね。リュウさんが自分で探したんですか？ああ、この服でしたら、聖夜祭に合わせてシルと。シル？偽装しているのは、どなた？クラネルさんの好きな女の子は、誰ですか？なんでこんな時にそんな話を。シルなんで
しょ。シルなんですか？シルなんですよね。シルだと言いなさい。ああ、今度は何？私はシルの未来の伴侶になんてことを。やっぱり殺してください、あなたの手で。ならばシルも私の地帯を許してくれるでしょう。もうそれしかない、他に手などない。もしくはあなたを殺して私も死ぬ。もう何言ってるかわかりません。今世紀最大のポンコツにゃ、ポンコツの女王にゃ。